日本選手権男子 1600m 予定予選が続いて第2組出場チームを紹介いたします。第1レーン日本ウェルネス、2レーンを挙げて第3レーン関西学院大学、第4レーン中央大学、第5レーン東洋大学、第7レーン関西大学、第8レーン法政大学、第9レーン近畿大学、以上8チームの出場で第2組がまもなくスタートです。東洋大学3分12秒93、
どうぞリプレイも出ていますので、こちらの方もご覧ください。